まあ、なかなか柵越え連発という形にはちょっといきませんが、ここもあともうちょっとなんですね。まあ、フェンス際というのは結構ありますが、おとといの走行のね挨拶といい、 WBC へ向けてのね挨拶といい、あとはあのファンフェスタのねジャイアントいい、本職以外のところでね十分アピールをしてますから、一皮むけるかどうかという大切なシーズンです。で今フリーを終えて、どうでしょうかね、秋山さんが何か話しかけたりするケースはあるでしょうかね。まあ、自らね行く可能性はの方がありますが、どうですかと、左手の使い方なんですかね。指導して、そして今渡辺健斗がうんうんとうなずいています。左手の使い方、あるいはちょっとそこの押し込む部分もあるんでしょうかね。まあ、なかなかフリーバッティングではちょっとね柵越えは多くはなかった渡辺健斗、片手でバット持たせて熱血指導という感じです。秋山浩二さん、その渡辺健斗を正面から見るようにしてね、秋山浩二さんが今指導を行います。ティーバッティングから含めるとかなりね長いマツーマン指導となっています。
年に覚醒の期待がかかる渡辺健人、最後に丁寧に、まあ、ライオンズのレジェンドに挨拶をします。まあ相当長い今日はね、つきっきり指導という感じにも見えました。さて左手の使い方という感じも見えますけれども、松井稼頭央監督とそして秋山浩二さんが、まあ、特に、ね、秋山さんが渡辺健人に今日は、まあ、細かく指導して、もう一回ね深々とお辞儀をしました。これをきっかけとしてなんかねまた変わってくるといいんですが、まあ、秋山浩二さんから金言を授かったと思われるベッケン。